方針を延長した BL8 インチ榴弾砲マーク 7BL8 インチ榴弾砲マーク6とは、イギリス陸軍が第一次世界大戦中盤から使用した口径8インチの重榴弾砲である。BL8 インチ榴弾砲マーク1から5と比較して大幅な性能向上が図られており、第二次世界大戦でも使用された。イギリス以外にアメリカ合衆国で、 ライセンス生産も行われている。後部から見た8インチ榴弾砲マーク7、8インチ榴弾砲マーク6は、1915年8月に、イギリス陸軍が、ビッカース社に、従来の8インチ榴弾砲マーク1、マーク5よりも高性能な8インチ榴弾砲の開発を依頼し、1916年5月に量産化された。8インチ榴弾砲マーク6は、 同じビッカース社が設計した BL6 インチ 26CWT 榴弾砲の設計図を8インチ榴弾を発射可能なようにスケールアップして設計された従来の8インチ榴弾砲よりも射程距離の延伸や軽量化に成功しており中体福崎もマークここまでのバネ圧また座敷から気圧また座敷に変更されている後には方針を延長して 射程距離延伸を図ったマーク7やより肉厚の方針を採用したマーク8も生産されている。8インチ榴弾砲マーク6の台座ゴムタイヤを取り付けた8インチ榴弾砲。1940年フランスにて第一次世界大戦においてはイギリスのみならずイギリス帝国の自治領諸国に供給された。高威力なれど、 機動力に乏しい銅砲は主に西部戦線に配備され、専用の台座に乗せて味方残豪の後方からドイツ軍の残豪に砲撃を加えた。イギリス陸軍は第一次世界大戦後も銅砲を保有し続け、1930年代には自動車による高速牽引に対応して車輪を空気入りゴムタイヤに換装している。 第二次世界大戦においてはフランスに持ち込まれて、ドイツ軍の迎撃に使用されたのみで、その後は、新型の BL7.2 インチ榴弾砲用の7.2インチ砲弾を、発射可能なように回収された上で訓練用として、用いられ、1943年7月に退役した。8インチ榴弾砲は、アメリカ合衆国でもライセンス生産され、イギリスに供給するとともに、 アメリカ軍が第一次世界大戦に参戦した際にも、これを装備した。第二次世界大戦においては、自国製の M1203mm 榴弾砲に、更新されたため、実戦には投入されていない模様。フィンランドも冬戦争において使用するために、1939年にアメリカからマーク7を32門購入したが、冬戦争には、間に合わなかった。 同胞は 203H-17 と命名され、継続戦争において使用された。戦後も予備兵器として保管され、1960年代末に退役した。ありがとうございます。